映画偏差値上位 2% に挑戦。日本では全く違う放題がついています。2012年のアニメーションでヒントはディズニーです。もうお分かりでしょう。それでは正解です。正解はアナと雪の女王でした。氷の呪文によって街全体が凍ってしまうところからフローズンとついてるんですね。現代にはアナも女王も含まれておりません。それでは上級編です。分かったらあなたは上位 2% に入ります。問題はこちら。デパーチャーズというタイトルでアメリカでは公開されていました。ヒントは2008年の邦画になります。さあ皆さん分かりましたか？正解は送り人でした。出発するのデパーチャーズになっていたんですね。このデパーチャーズもね、非常にうまいタイトル付けだなと思いました。さあ皆さんは2問とも正解しましたか？コメント欄で教えてね。あなたの知っている映画タイトルもコメント欄で待ってます。だからこそ